はい。皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回はちょっとした小ネタも交えまして、ウェブサイト上の画像を簡単にアリババで画像検索する方法についてお伝えさせていただきたいと思います。例えば、これいいなと思った画像がアメリカアマゾン上だったり、楽天だったり、その他もろもろのウェブサイト上にあった場合、その画像を使って類似商品を画像を検索する。 っていうことをアリババで買い付ける方はよくやると思うんですね。その際にわざわざ右クリックして画像を保存して、その画像をアリババのサイト上で画像検索する。 っていう手間をかけていらっしゃる方もいると思うんですが、Google Chrome の拡張機能を使うと簡単に行うことができます。まずこちら私のツイッターの投稿なんですが、最近ツイッター広告で商材を売る中国業者が結構増えましたよね。その中でこういった広告が表示されました。雨から靴守るシューズカバーということで動画と一緒にウェブサイトが記載されていたんですね。この商材私アリババで見たこと確か何年か前にあったので、ちょっとけ 検索ししててみよようと思ったんですすその際の際やり方についてお伝えしますちなみにこの商品2足で4590円で売ってたんですが、アリババのサイトは後で紹介しますけれども、1足10元195円でした。195円で仕入れて4590円、2足4590円で売るっていうのは、なかなかえげつない商売だなと思いますが、こちらにもあって URL を見てみるとこの画面上で色々な画像がありますから、この画像で早速画像検索してみましょう。やり方についてはこれですね。アリババの画像によるアリプライス検索。 という Google Chrome の拡張機能があります。この URL 下に貼っておきますので Google Chrome で開いていただいてこちらに追加のボタンが表示されます。それをクリックしていただき、あとはアリババに毎回ログインする必要はありますので別途アリババに登録しておく必要はあるもののこれで画像検索が行います。具体的にどうやるかっていうとこの商品の画像で検索したかったら商品の画像の左上にこんな感じで 勝手にアイコンが Google Chrome の拡張機能を追加すると出てきますから左クリックします。そうすると早速画像を検索してくれるわけですね。これアリババの商品ページですすべて。ここから気になるものをクリックしてみるっていう流れになります。実際クリックすると直接アリババの商品ページに飛んで詳細をチェックすることができます。というわけで今回はウェブサイト上の画像を Google Chrome の拡張機能を使って で、一瞬でアリババ上で画像を検索する方法についてお伝えさせていただきました。繰り返しになりますが、ツイッターもよろしければぜひお気軽にフォローしていただければ、幸人です。私のツイッターがある程度参考になれば嬉しいなっていう気持ちもあるんですが、それ以上に、相互フォローしてくださっている方々が、上弱ビジネス発信者だとか、上弱ビジネス発信者たちの情報商材を真っ向から切って ているような方々なので、彼らの投稿はものすごく役に立つと思います。そういった意味でも私を踏み台にしていただいて構いませんので、ぜひよろしければフォローしていただければなと思っています。最後までご静聴くださりありがとうございました。